お願いします。お願いします。あー、大丈夫だ、リュウジ、リュウジ届いてない。まあ、足場職人と塗装職人って、まあ、全然違うじゃん、うちもね。全然違うっすね。塗装職人が何人おる今10人ぐらいですね。で、足場が結構いるですね。おるおる。ベトナム人で10何人ぐらいいます。自社だけでな、あの日給月給だけでな。もうね、来月か再来月また3人か2人来ますもんね。12、3人いるんじゃないですか。自社だけでね、はい、社員っていうかね、はいはい、あとはまあ一人親方とかああいうのが多いけどね、はい、やっぱ俺もまあ何百人はもう見とるよな、はい、俺だってな、はい、だからそういう中でやっぱ全然足場の職人と塗装職人がまあ違うってことで、はい、一般の人、はい、なかなか職人さんって一括りにするような人たちに向けてちょっと動画撮りますので、はい、質問に答えてくれますでしょうか。イエーイ、はい、ナイステンション。ナイス。ストライクメジャーリーグ。ナイステンション。ここが違うですね。ここが違う。塗装とは違う。ここは違う。塗装のシーンなんで頭パーマ。塗装の中でもちょっと異例だけど。ちなみにじゃあ塗装の職人と足場の職人ってさ、どんな子が塗装の職人になる？どんな子、うん、どんな子、どんな子、やっぱ意外となんか主張、ね、なかなか職人って言ったらみんな不良みたいなイメージなのか、はい、逆に塗装の職人ってそういうのもないのか、とびとかそういうのもないのか、はい、まあ足場の職人だよな、足場職人って、はい、でどうかなと思って。塗装の職人は、うん、もちろんその不良みたいな子もいるんですけど、うんうん、ちょっとオタクっぽい子もいますね。でもオタクっぽい、うん、現場仕事に憧れて、うんうん、でもとびは怖くてできないとか、うんうん、そういう子が結構入りがちで、家でプラモデル作ってる子とか、あってそれ天使君だ。そうそうそう、あの二次元見てドゥフドゥフ言ってるみたいな。あ、それ天使君、マジもういいみたいな、マジ怖いんですけどみたいな。それ全部自分やん。全部自分やん。穴がち間違ってない。で、足場の職人はどうだ。足場はもう基本的に横着やつが入るか、うん、真面目なやつが入ってくるみたいな。ああ、はいはい、でも真面目なやつもすぐ辞める子が多いですね、やっぱり。ああ、そうだな。だちなみに YouTube 見てきた子はやっぱうちのやっぱ楽しいとこしか見てないんで、ね、すぐ辞めてっちゃったな。で結構やっぱ、まあ、入れ違いっとるとかさ、本当のもうヤンキーとかさ、元ヤンみたいなやつってさ、はい、どっちが多い。足場の方が多いですね。足場も、足場、そんなことないんじゃないですか。でも塗装も結構なんかおるイメージじゃない。まあいますね。でも入れずに入れとってもなんか本当にもうなんか俺のイメージは、はい、塗装ってなんか本当にヤンキーみたいな感じ。そうですか。でなんか足場とか不良だったっていうか、あ、そうですね、中学校の時ワンパクだったみたいな、体動かしてない元気な子がなんか足場くる。そうそう、ちょっと喧嘩とかそういう不良だったけど、はい、なんか塗装の不良ってさ、俺若い頃どっちかっていうとなんか進化してるみたいな感じというかみたいな。まあ入手はしやすいですから、なんかひょろひょろのやつが。そうね、俺もどっちかっていうとわんぱく系だったもんね、はい、俺ずっと言い続けてたもん、母ちゃん、俺は一回もグレてねえって。わんぱくすぎた、単車乗れなかったもん。俺はグレてねえ、ブンブン、ちょっか乗れなかった、ちょっとわんぱくなだけって言ってたけど。あ、そんな感じ。そうそう、なんか別になんかそのやつってなんか不良みたいな、なんかヤンキーとか、はいはいはい、グレとる感が出とる。まあでもなんかいますね、そういう人も。そういう人おるよね、多いよね。まあそれから本当真面目な子があって、テニスの時はきちっとしてるもんな、はい、高校も行ってるしな。なんかでも本当にお前がみたいなやつが、うん、本当になんか物盗んどったりとか、相談やっとったりとか、本当にシンナーだけじゃなく、うんうん、薬に走っちゃったとか、うんうん、そういう人も結構いますね。じゃあ続いての質問いきますね。はい、まあ、稼ぎで言ったらどっちが多いんかな。稼ぎは、独立しやすいのは塗装だと思うんですよ。本当倉庫借りなくても最悪できるし、うんうん、まあ、車1個あれば、うんうん、全然できるので、うん、で一応請負ができるじゃないですか、うん、あ、そういうことじゃない、はいはい、足場だと資材が行って常用は多分できると思うんですよ、うんうん、方で、うん、なんで独立しやすさで手頃な、うん、まあ、その100万取るだったら、うん、多分塗装の方が早くて、あ、継続性は高いと思う。あ、そうだな、うん、足場ってそうだな。そうそうそう、で結構手間受けだと安いしな。あ、それはあるね。で塗装で結構100万ぐらい稼いでるやつ結構多いよね。いますね。おるよね。全然いますね、うん、足場わーないね、バーンと行くか。応援会社、最初はでも応援会社みたいになっちゃう。そうだな、ね、だから数がいるもんな、ある程度な、足場って。そうがないですよ。でもただ爆発したら足場なんか出ないよな。でかい、金額は出ない。爆発ってパチンコみたいだけど。爆発したら、ジャックボトルがでかいよね。ジャックボトルがでかい。でも資材も
ったら資産になりますね。そう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 。うん、これ買ったらもう無敵だよね。無敵トラック。うん、無敵、はい。まあ俺はもう無敵一個いて、もう多分神だよ、ね。お金の神。最近それよく使うな、神。社長。神がないけど神。神がないけど神だよね。言葉が出ない。マネーゲームは最強だよね。若い時はどうなんだろう。従業員に勤めるんだけど、どっちが給料多い。足場の方が多いと思う。足場の方が高いな。残業多いしな。残業多いな、うん、それあるよね。で、塗装の職人ってどっちかっていうと倉庫帰って明日の段取りとか残業使うイメージだよね。そうですね。あと、うん、あの雨があるので、やっぱり休もうか。梅雨時期は長期休暇になりやすいですね。なるほど。その分日当が高く見られがちですけど、でもトータルで働いてる日数は足場の方が上なんで、うん、足場やった方がいいっす。うん、お前が言うんかどうですかそれに対して。まあ、それに対して、まあ、足場や若い頃やってた時はまだ塗装っていうもう頭になかったもんね、うんうん。まあ、とりあえず若くしてお金稼ぎたいと思ったら足場、あ、まあ、そうだな、足場入ってお金もらう。あ、そうだな、俺らの時そうだったな。そっちの方がとりあえずひたすら材料運べや金もらえるし、まあ、まあ最初からもらえるしな。そうそう、塗装っていうのは修行の時間結構あります、ね、給料7000円とか結構あるでしょ。全然ザラですね、うん、うちはもっと給料いいで来てねみんな、はい。まあ、でももう変なやつやめ。そうですね、もう変なやつマジで変なんで。変なやつは本当変ですよ本当にその字の通り変。例えばもう僕ですよね変ってかちょっとおかしい様子がだよね、はい。でまあ実際作業的にはどうなんだろうな。偉い偉くないっちゅうも、まあ芝は体力って感じ。体力力を、まあ頭もまあ使ったりしまする、まあ、使うよね。あれコメントでよう入ってたら頭使わんとか、こいつらも殴ったのかなと思うけどな本当塗装職人は塗装職人体力的にはそんな偉くないですね、まあ、頭は使う。頭はちょっと使います。いやまあまあどんな仕事も使うけど足場とどっちが使うんだろう。足場の方が僕使うと思うんですけどね。なんかそうだよな、塗装が塗ってるだけだもんな。塗装段取りですね本当に。あ、段取り、段取りが段取りなんかないでしょ。あの色塗ってるだけだ。いやなんかその順番があったりとか技術はいると思うんだけど、はい、いや僕技術はそんなないと思います。塗装は逆に、はい、あ、段取りの方が大事。段取りの方が大事です。あ、段取りで変わってくる。変わりますね。だからみんなうちのやつおせえんだ。そうっす見てるかうちのやつおせえんだ。コメントに書かれとんだ。あ、した方がいい、こうした方がいいって言ってで本当10人といろんなんですよ。塗装だけに、うんうん、あのやることは自分でやり方変えていくんですけど、うんうん、その人に合っとればそれが一番最速になるんですけど、うん、やっぱりあの決まった段取りで行った方が多少技術がなくても技術は後からついてくるんで、うんうん、言ったら塗っとれば誰でも塗れになるし、うん、そんな細かい機械使ってるわけじゃないんで、うん、結局はもうプラモデルの機械が難しい。あ、まあ、そういうことか。そんな建物もでっかいんで、うん、まあそうだよね、うん。まあ、ちなみにですけどその職人やって最後よかった。職人やって、まあ、今もう何年だお前で。僕この会社に入って8年ぐらいになる。その前は、その前はあれだろう、デブだったろ。その前はデブじゃないですよ。引きこもりデブだろ。いや僕その前は引きこもりデブだったろ。引きこもりデブじゃない引きこもりじゃない、多分ストリートストリートゴリゴリのストリートゴリゴリのストリート人引きこもりデブ。あ、遊びボケてましたね。ドラデブだったらしいです。視聴者の皆さん何キロだったって言った。いやマックス87キロぐらいありましたね。そう、まあまあ普通じゃん俺まあまあ近いし。僕あのデブというか、まあゴリゴリの方ですね。いやそれお前が言ってるだけや。何年何年8年だってうちが初めてだもんな。そうちで仕事を覚えたというか、まあ俺が教えてあげられるもんで。あれだけど。そうですね。でも後悔してない。後悔してないですね。なんで。でもやっぱ社長がすごいから YouTube 出してくれるから。まあ、足場は面白いですねやっぱり。ああ面白いな。でもな、面白いと思う。また大きいやつだとまた全然違う面白さあるしな。あ、それあるな。塗装はどう。塗装も楽しいですよ本当に。後悔ないですね。後悔してない。はい。普通にサラリーマンで勤めて、うん、その出世するチャンスは多分、うん、そんなにないと思うんですよ、うんうん、そんなにないチャンスを掴める人ってなかなかいないじゃないですか、うん、でも塗装ってやったらやった分だけ、うん、自分が頭でいけたらもうそこで出世なんで、うん、まあ、後輩とかおって先輩おって、うん、先輩ができんかったら自分のができたら、うん、もうただ本当単純なんで職人は、うんうん、やれたらやった分だけ。まあ面白いよね。でも本当に確かに。ほんで代謝があるよね。あります。独立する人もおりゃそのなんかね、まあなんかあのコメントにも書いてあったけどさ、別に囲い込んどるわけじゃないさ。俺なんかもうみんな独立しろって言ってるしね。なんかコメント書いてあったでしょ、あのなんか闇に葬るとか。ありましたね。囲い込んどるとかって。バカだな本当に。まあ、自分で決めることなんだ、うん、本当にそれは。イマジネーションがねえんだ俺本当に。バカなのかお前らと思って。最近それ言われた。最近俺それ言われた。イマジネーションがない。イマジネーションが足りねえよ。本当バカばっかなのよ。だから独立するってそれも選択肢あるんで。そうそうそう。自分が取るか。そうそう。でもそれ以前に。例えばもう
手広くやっていく、うん、ところで塗装以外のことを学ぶとか、うん、塗装でももっとその従業員でも掘ったらもうどんだけでも掘れる、どんな形もあるね、どんだけでも極めれるんで、うん、そうだね、自分が求めてるもん、ね、結婚とかすると考えたら別に独立より安定はやっぱ求めるんで、あ、はい、言うね大体女が、はい、それはそれで大体言うね、いい選択っすよね、うん、フィリピン行ってこいって言うな一回関係ないが何もねえぞまずいよねこれまずいぞ、まずい、これ飲み屋じゃないから、うん、まあ俺はこの職人やって生きがいとかある あるしな、俺はな、楽しいと思う、まあ現場出てねえけど面白いものだけどな、まあまあ、ちょっと長くなりましたけど、はい、つまらん二人のつまらん話をここまで聞いていただいた人はありがとうございます、ありがとうございます、いいねとチャンネル登録お願いします、お願いします、また見てね。Oh.